アミメガメは、爬虫甲カメモクヌマガメかアミメガメ属に分類されるカメ。本種のみでアミメガメ属を構成する。アミメガメ属はアミメガメアカノの模式属。最大甲長25センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大でも甲長15.7センチメートル。甲甲板はやや大型で、後方がやや幅広い東脚大型。 後部縁甲板は、のこぎり状に尖らない。廃坑の色彩は、炭鉱褐色や、暗黄色で、網目状の反紋が入る。種小苗リティキアレリアは、網目状のノイで、種小苗と和名もに廃坑に入る反紋に由来する。縁甲板外縁は黄色く縁取られる。復興は細長い瓦型で、中央部でややくびれる。頭部はやや大型かつ扁平。 粉担はわずかに突出し、顎の先端は針状に尖ったり凹まない。顎の外縁はノコギリ状に尖らず、光合面はやや狭く、量や突起がない。頸部は長く、頭部と頸部を合わせた長さがほぼ復興調に等しい。頭部や頸部、四肢、尾の色彩は褐色や暗黄色で黄色や白の筋模様が入る。卵は、 長径2.8から4トル短径1.7から2 4トルと、大円形。殻は、白い比較上妖体は成長輪が明瞭で、C 甲板に、あまり発達しない筋状の盛り上がりがある。成長に伴い成長輪やキールは消失する。メスはオスに比べると背高が幅広く、高高が高い。オスは、尾が太くて長く。 尾をまっすぐに伸ばした状態では、総排節口全体が、肺光の外側に位置する。メスは、尾が細い上に短く、尾をまっすぐに伸ばしても、総排節口の大部分が肺光よりも内側にある。アミメガメアカ内では他族より、最も初期に分化したと考えられている。ヌマガメカ内では、長い頸部や、頭骨の一部、肋骨からブランディングが目ぞと禁煙とする説も、 あったが、形態や、ミトコンドリア DNA の塩基配列による、分子系統学的解析から本種と、ブランディングがメ族は禁煙ではないとする説が有力。湖や地層、湿原、水たまりなどのほぼ止水域のみに生息し、低質が泥で、水生植物の繁茂した環境を好む。日光浴を好むだけでなく、陸図体に、 複数の水場を移動し水場から離れた陸地で見られることもある。中高生だが、夏季には夜間に活動することもある。フロリダ半島南部個体群などは周年活動するが、多くの生息地では陶器に水中で、穴や泥中でじっとしているか陸上の落ち葉や泥の中で冬眠することもある。植生は動物食傾向の強い雑食で、昆虫、クモ、甲殻類、 海類、両生類やその妖精、動物の死骸、植物質などを食べる。妖体は動物食だが、成長に伴い雑食傾向が強くなる。水中で接近した獲物を頸部を素早く伸ばして捕食するが、水面に落下した獲物も食べる。繁殖形態は卵生。オスは全種をメスの頭部の前で震わせて求愛するが、メスの分担に自分の分担をすりつけたり、 メスの総排泄口の匂いを嗅ぐこともある。2から5月と8から11月に1回に2から19個の卵を年に2から4回に分けて産む。発生時の温度により性別が決定し、約摂氏25度ではオス、約摂氏30度ではメスが多く生まれる傾向がある。飼育下では28摂氏29度の環境下で78から89日で孵化した例がある。 生息地では食用とされることがあるが食用の養殖などは行われておらず現在では食用とされることも一般的ではない。英米は味が鶏肉に似ていることに由来する。開発による生息地の破壊、水質汚染などにより生息数は減少している可能性もあるがバージニア州やミズーリ州の地域個体群を除いて絶滅の危険性は 低いと考えられている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に飼育か繁殖個体が流通する。アクアリウムかアクアテラリウムで飼育される。長いケーブを伸ばして獲物を捕食するためケージの大きさはゆとりを持たせ、レイアウトにはあまり尖ったものは用いないようにする。日光浴を好むため暖房器具などを照射して、 体を乾かすことができる広い陸地を用意する。復興が薄く、腫瘍や太陽にかかりやすい傾向があるため、水質の悪化には注意する。野生個体は生きた餌を好むが、飼育下では死んだ餌や、配合飼料や、乾燥飼料などにも得づく。頸部を伸ばして捕食するため餌を食べるのに時間がかかることや、どうしたし問わず、 た個体に噛みつく恐れがあることから基本的には単独で飼育するありがとうございます